師かほこです。はい、今日はですね、前回、2000円で50点の服が入ってる福袋をご紹介したんですけれども、今回はその後編ということで、じゃーん、こちらのね中身を見ていきたいと思います。前回のと今回のこの、福袋を合わせて2000円で計50点という形になります。ということで、こっちの福袋も見ていきたいと思います。イエーイ、楽しみ。本当に福袋ってワクワクするよね。でもお正月とかで売られてる福袋って、大体あのブランドの福袋は5000円のやつと1万円のやつとか、まあ、2万とか3万のやつもあると思うけど、2000円で50点入ってる福袋なんてなかなかないと思うし、本当にすごいなって思います。はい、よし、開けていこう。早速いってね。じゃん、なんだこれは。スカートか、ベルシュカのスカートで、元値が4,990円だって。こんな感じの、なんか60年代ファッションっていう感じがする気がする早速履いてみたいと思います。はい、よいしょ、こんな感じです。ここでリボン結びするタイプなんですけど、素材がサテン生地っていうか、なんかツルツルしてるっていうか、すぐほどけちゃいそう。アシンメトリーになってますね。ただね、ちょっとシワになってますね。可愛いっちゃ可愛いけど、ちょっと私の好みではあまりないかな。次、じゃん、わお、形可愛い。ボーダーはちょっとあまり好きじゃないんですけど、形がすごい可愛い。V ネックも結構好きだし、はい、こちらもベルシュカで元値が2,750円らしいです。じゃん、着てみるとね、すごい可愛い。バフスリーブっていうの、よくわかんないけど、こういうボハッとしてる感じがすごい可愛いです。あとね、素材が夏っぽい素材です。電車とかでさ、つり革とか掴んだらちょっと危ない感じになるから、見えても大丈夫なようになんか着なきゃいけないですけど、かわいい、これ結構気に入りました。お気に入り。後ろはこんな感じです。ドナルドに会いたくなってくるよくわかんないけど、はい、次、じゃん、お、なんだ、なんかラプンツェルみたいな感じの、これなんて言ったらいいんだ、タンクトップじゃないし、トップスですよくわからないブランドで、お値段が元値2950円らしいです。はい、お花の刺繍がかわいいけど、こういうのって間違ったらちょっと安っぽく見えるよね。ビーズもあしらわれてます。なんかガタイよく見えるかもしれないこんな感じです。なんか2枚になってますね。ドゥンドゥン、ワンチュー、ワンチュー、ワンチュー、ワン。次、じゃん、これ前回の福袋にも入ってましたね、こういうトップス。これはちょっと私の好みじゃないので、多分着ないですね、ごめんなさい。お値段は書いてなかったです。次、お、ベロア素材かな、これ。じゃん、ピンクだ。またなんか同じような感じ、この編み上げっていうのかな。素材はすごい気持ちいいよ、こんな感じでテロンテロン。お値段はもともと3350円もするの、これ、この音符のブランドです。こういう素材結構好き。素材がさ、結構冬っぽいのに半袖だから、いつ着たらいいのかちょっとわからない。どうかな、肌の色と結構同化してますね。次、じゃん、またピンクだ。薄い、素材がめちゃめちゃ薄い。これは元値1850円らしいです。あー、これかなりスッケスケ。あー、親指出すところあった。デレレデレー、なんか湯葉。次、じゃん、オーマイガーシ、これ欲しかったやつだ。お店にね、あって買おうか悩んだやつ。じゃーん、どう、可愛くない？なんか片方だけこうやって腕が見える。こ
っちは見えない。萌え袖できます。ただなんかこうやってバーンってロゴが入ってるやつがあまり好きじゃないんですけど、後ろはこんな感じです。色がすごい可愛い。これもベルシュカでお値段が2750円らしいです。なんかさ、でも年を重ねてこういう感じのお洋服が似合わなくなってきたなってひしひし今思ったはい、次、じゃん。これも片手が出るやつだ。こういうの流行ってるのかな。これもベルシュカですね。お値段は2550円かな。はい、こんな感じです。シンデレラカラーだね。ララ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 っていう感じ。またお袖のところもクシュクシュってなっててすごく面白いデザインです。ただきついしきついし、ちょっとシワになりやすいですね。今ももうシワシワ。こことかもさ、すごく素敵でフリルがついてて、後ろも結構可愛いと思う。見えてないからわかんないけどはい、次、じゃん。もうまたピンクだ。ベビーピンク。お、この前の紹介した福袋にも入ってた黒いやつの色違いですね。お値段は1350円です。この形本当にすごい素敵。いろんな色欲しいなって思うくらい。やっぱりウエストがねキュッとなってるからスタイルよく見えるなって思います。次、まだまだ入ってます。じゃん。おー、わお、羽織るやつだ。わっしょいわっしょいわっしょ。ちょっと好みではないかな、ごめんなさい。これはベルシュカでお値段は、おお、元値3950円もするみたい。どう、欲しい方いますか。長さもね結構ありますよ。165センチの私で膝下まで行くからかなり長い。はい、次、じゃん。わあ、キラキラのキャミソール。 L サイズだからちょっと大きいかもしれない。これヘルタースケルターとかに出れそうかな、こういうの着てたら。ツルツルです。わあ、わあ、わあ。これはロマンチックな夜を過ごすときに着るやつ。わあ、わあ。次、じゃん。またピンク。これも前回の福袋に入ってたやつの色違いですね。前回は黒だったけど今回はピンク。似合うでしょ、かわいいでしょ。2106円だそうです。元値はベルシュカ。いい色、こんな感じです。私のちょっと黒い肌にも合ってるかなって思います。このピンクが。おばあちゃんにこれあげようかな、迷う。大好き大好き、ちょうだいな、かわいい。ピンク似合うよ私。次、じゃん、またピンク。この形かわいいね、大人の女性って感じ。これ結構気に入りました。次、ドン。わーお、ピンクっていう感じ。お値段は元値が1250円でございますなんか何の変哲もない普通の T シャツって感じ。アビーちゃんに会いたくなるね、この色は。アビーちゃん、ピンク、かわいい。かわいいな、今日漏れてるかもしれない、お腹すいた。次、じゃん。これこの前の福袋にも入ってたやつの色違いですね。色違いじゃないや、色違いじゃない、まんま全く同じのが入ってましたね、前回も。お値段は1990円でウェルシュカです。前回も着たので今回はちょっと着ないですけど、このねお袖がフリルついててすごく可愛いです。サイズはもしかしたら違うかもしれないけど全く同じものなので、これもプレゼント企画とかやっちゃうかな。どう思いますか、欲しい方いますかね、ちょっとコメント欄で教えてください。あ、めっちゃ可愛い、ほんまに。まだまだ入ってます。じゃーん、またピンク。ピンク率が今回高いですね。お値段は書いてないですけど、ベルシュカです。ベビーピンクですね。なんか不思議な丸みを帯びてる。ちょっと脱ぐのがめんどくさいので上から着てもいいですか。おせちおせちおせちーず、おせちおせちおせちんこ。はい、こんな形のタンクトップです。次、じゃん、ボルドー。久しぶりにボルドーの服見た。あ、これいいじゃん。
これみやこちゃんにぴったりじゃん。似合うでしょ。元値が1950円です。これはおばあちゃんにプレゼントしたいなって思います。似合うでしょ。ごめんなさい、これの上から来ます。上から来ます。こんな感じ。あったかい。学生の頃を思い出すね、カーディガン着たら。これはおばあちゃんにプレゼントします。かわいいよ、これも。なんかなんだかんだこのピンクの T シャツが一番似合う気がする。アビーちゃんに会いたい。タラララ、タラララララ、タラララララララ。次、じゃん。わあ、うんちカラーというか、うんち、うんち寄りのうんちです。お値段が2190円です。です、ベルシカです。なんか地味にこのお袖が可愛いですね。なんかこれから岩盤浴入りますっていう感じにも見える。どう？はい、こういうのを持ったら映えるかも。映えるじゃん、可愛くない？スクショタイム。次、じゃん。またボルドーっていうか、これ前回の福袋、前々回か、1月に買った時にも入ってた福袋じゃなくて入ってたお洋服です。これね、おばあちゃんにプレゼントしたやつで、今もう喜んで着てる。今着てるやつが糸ほつれたりとかして着れなくなったら、これを着てもらおうかなって思います。これもおばあちゃん行きですね。これはね、お値段書いてないです。次、じゃん。お、いいじゃないですか。ハーフスリーブ大好きだからすごい嬉しい。かわいい。えい、私女子力、私女子力が全然ないので、なんかこういうパフスリーブとかお洋服で女子力を出していきたいですね。清純派女優。元値は1350円らしいです。いいね。次、じゃーん。また白だ。なんかちょっと大きそう。これはお値段はちょっと書いてないですね。じゃん。こんな感じのトップスです。ツルツルの素材、鼻かゆい。後ろはこんな感じ。ずっと触ってたい。なんか眠くなってきちゃった。はい、次、じゃん。なんだこれは。これはさ、パジャマにするといいかもね。私パジャマさ、すっごいダサいっていうか、女子力が全然ないパジャマだったので、これなんか可愛いよね。ピーチジョーンっていう感じしない？しないか。1990円だって、元ね。で、ベルシカです。ね、なんか、いい女のパジャマっていう感じ。で、なんか、腕のところが、なってる。邪魔な時は、こうやってやればいいし、長さが欲しいなっていう時は、ボタンを取れば、長くなるっていうことらしいけど、ボタンを取るのがちょっと大変なので、今日はこの辺で。サボテンが描かれてますね。うん。結構いい感じ。はい、ラストスパートですね。じゃん！ベルト？初めて小物が出た。どういう時につけるんだろう、これ。私わかんない。ベルシカですね。お値段は990円です。なんかよくわかんない。よくわかんない。これおしゃれに着こなせれるかな。変身！っていう感じ。次。あとちょっとだね。じゃん！これはゴールド？オレンジ？オレンジボルドー、ブラウン、ブラウンのような、オレンジのような、ボルドーのような、赤のような、よくわからない色。ちょっと着てみたいと思います。うん、なんかこれいい女感出てるかも。これを着て紅葉を見に行くの。いいね。眠くなってきた。次、あとね3点ぐらいかな。お、また白だ。またモテるやつじゃん、これ。橋本環奈さんとか着たら絶対可愛いやつじゃん、これ。これのお値段は2750円です。えい、どうかな、どうかな。結構際どいところまで行くよ、これ。上げても上げても、ほら、自動的に下がってくる。どう、可愛くない？後ろはこんな感じ。お値段は2750円です。あ、あと2個だ。これから1個。じゃん、またピンク。今回ピンクかぶりがすごいな。ピンク好きだからいいけどさ。でもそれがね、すごい可愛いわ。ボタンがついてる。3つボタンがついてるよ、こんなところに。可愛
い、大好き、これ、うん、お気に入りよ。お値段が元値1950円です。はい、これもシルエットがすごく素敵ですね。でもこれはおばあちゃんにあげるかもしれない。ちょうだい。はい、最後です。もう見えちゃったっていうか見ちゃったんだけど、チョーカー、イエーイ。私チョーカーすごい好きなのですごく嬉しい。ベルシカのチョーカーが890円ですね。これかわいいね、これ。はい、こんな感じです。このてん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 っていうやつがおしゃれ。はい、前回ねこのお洋服当たったんですけど、今のねチョーカーと合わせてみました。どうかな。そう、あの前回のと今回の合わせてちゃんとあの数えてみたんですけれども、全部で50点ちゃんとありました。またね買おうかなって思います。もう2000円でだって50点も入ってるって考えられないよね。1着何円、いくらだろう。はい、ということでこの動画が面白いなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。